こんばんは、マーティです。今回で配信も、5回目になりました。一応まあ継続は力なりじゃないですけど、毎日続けることにも意味があるかなと思って、4日間続けて5回目かな。で、まあ、あれかな。前回までのを見てくれてる人は、まあ、だいぶ分かっていると思うんですけど、まあ、青背景を1回目でトレース、2回目で、ハイライト、3回目で文字のトレース、4回目で文字の、まあ、立体感を出すというところまで行って、で、今日5回目は、ハイライトを文字に入れていこうっていう、ことでやっていきたいと思います。で、まあ、早速なんですけど、いつも通り、このイラストレーターの画面が、まあ、出てて、ファイルの開くからファイルを出していきます。もうね、5回目くらいになると、このファイルを開くっていう作業は、まあ、毎回見てくれてる人はもう覚えられたかなと思います。上のね、ファイルの開くから、ビジューチューブロゴ、まあ、デスクトップに保存してあるんで、デスクトップのビジューチューブロゴを選択して開く。でですね、まあ、見てもらうとわかるんですけど、だいぶちょっとね、前回の放送の後から、だいぶ文字に手を加えて、ほぼ立体感完成までやっちゃいました。はい、こんな感じですね。ちょっと青背景も出してみます。飛び跳ねとハイライト。こんな感じです。だいぶいいと思います。どうでしょう。まあ、まあ、昨日も最初に言ってたんですけど、この文字のね、透き感がこう、ちっちゃくしても、ちっちゃくしても、こうね、潰れないくらい、余裕を持って、文字を書きました。で、あとこの、何ですかね、影面と、この明るい面のこの、まあ、クリアランスっていうんですかね、まあ、この幅、もうね、全体的にこう綺麗に立体感が出るように、すべての文字で調整をかけました。で、あと、ちょっとレイヤーをね、影面と明るい面と、ぼかし面で、まあ、3つにレイヤー分けてたんですけど、この辺のね、重なりをもうね、出すために、この全体をもうコピーしちゃって、で、一つの、このレイヤー10っていうのを新しく作ってあるんですけど、まあ、この辺の文字はすべてレイヤー10のところにもう、載せてあります。で、まあ、昨日、立体感をまあ、取るところまでの作業は昨日と同じだったんですけど、ちょっととその後にやった作業としては、このね、この重なってるところに影を落としました。まあ、ここにちょっとこうね、見えると思うんですけど、こんな感じで、ぼかした影を、この元のパーツをコピーして、で、この暗い面と同じ色にして、ぼかしのガウスをかけて、で、不透明度 56%。まあ、この不透明度を、まあ、調整して、あとは、まあ、この乗ってる感じで、まあ、影のこの幅を調整してあげて、まあ、ここにね、ちょっと影が落ちてる感じにしてあります。で、あと、ここも同じですね。ここも、この伸ばしのところに、この部の、ちょっとこのパーツが乗ってるところに、影。ここにもこう影を、落としてあります。で、あとは、この穴なんですけど、これまあ、
まあ、パスの切り取りツールっていうので実際に図形にあの穴を開けることもできるんですけど、今回の場合は、ね、これね穴書いてます。まあ、ちょっとこの、ね、上に載せると分かると思うんですけど、この3枚のレイヤーで穴が書かれていて、まずこの青いこの穴みたいに抜けてる部分のパーツと、あとこのちょっと濃いめのこのね入り込みのパーツと、あとこの周りのこの薄い、黄色を、まあ、ちょっと濃くした薄いやつと、この3枚をこう重ねることで穴が開いてるっぽく見せてます、このね。でこの辺も全部そうです。あのここのね青い、穴の部分とちょっと濃い部分と、まあ、薄い部分のこの3つのパーツで、まあ、穴が開いてるっぽくこう見せてます。であとはそうだな、この YouTube のねこの再生ボタンみたいな感じの、まあ、ちょっと赤血球みたいにね個人的には見えてきちゃってたんですけど、あのここの矢印、まあ個人的にはまあこのね穴より白の方が良かったんで、まあ、ちょっとこの白のやつになってるんですけど、ちょっと一応この穴検討っていうレイヤー作って取ってあるんで、ちょっとね一回見てもらいたいんですけど、どうですかね、これ穴よりも白い方がいいかなって思うんですけど、どうでしょう。うん、白の方がちょっと YouTube 感が出ていいと思いませんか。これどうですか。こんな感じ。まあ一応ねこんな感じで、まあ今日は文字にハイライトをここから入れていきます。で、そうだな。このびっくりマークはちょっと今日一応ハイライトを入れて、で6回で最終にしようかなと思います。あの今日一応ハイライトをまあ1時間半くらい、まあ2時間、まあ12時前までにハイライトの作業をして、でその後あのまたちょっと空き時間でハイライトをきれいに入れちゃって、最後このびっくりマークだけなんか作る放送をして、まあ完成っていう方にしようかなと思います。コメントミーニョだいぶいいです、ありがとうございます。穴ができた、そうなんですよね、このね、まあ、この穴もこれ1個書いてあげて、あとはあのコピーしてあの図形の調整だけしました。まあ、作業効率を良くするために、赤血球、うん、ちょっとね赤血球に見えてきちゃったかなっていう、もうちょっとあれかな、これちっちゃくてもいいかな、まあでもいやちっちゃくてもいいかなとか言って、ちっちゃくすると大きくてもよかったかなとかってなっちゃうかな。まあでもここ一番ね目立たせたいとこなんで、まあこんな感じでいいかな。赤いところのは白い方がいいです。うん、そうだよね、こっちの方が YouTube 感が出ていい感じだよね。うんうん。じゃあこれで、今日はね文字にハイライトを入れていきます。じゃあ早速いきましょう。また前回と同じで、一回ちょっとこの青背景消しちゃって、原画を出して、どうしようかな、この文字を同じレイヤーにも全部移しちゃおうかな、一応ねこの作業が終わったんで。これ全部、ドラッグで選択してコマンド C を押します。で一回全部消しちゃって、レイヤーの10に全部まとめたいと思います。で、同じこのね真上に貼り付けたいんでコマンド F、 はい、こんな感じで今レイヤー10に文字が全部まとまりました。この穴、うん、そうだね。穴のレイヤーももう今いらなくなったんで、じゃあこの辺のいらないレイヤーをね、ちょっと整理しちゃいます。で、このじゃあ、検討穴もね、まあ、検討穴は一応取っとこうか。一応取っといて、レイヤーの8をじゃあ、レイヤーの8に、ハイライトをじゃあ作っていきましょうか。
文字のハイライトっていうレイヤーを作って、レイヤー10をじゃあ文字のレイヤーにして、レイヤーの9は一回ちょっとねいらないんで消しちゃいます。とあとこのね文字レイヤーっていうのを作ってあったのもいらないので消しちゃいます。で、まあ、このあれかな、立体の説明をしたやつもいらないんで消しちゃいます。ハイライト、これはあれだね、元のやつだから、飛び跳ね青ベタ塗り、はいはい。でちょっとあれかな、この青のレイヤーももうあの作業が終わってるんで、あの背景の青も全部まとめちゃいます。これでね、今背景の青のレイヤーすべて出しました。ハイライトと、飛び跳ねと青のベタ塗り、これロック解除してあげて、ドラッグで全て選択します。でコマンド C でコピー、デリートで消して、この青じゃベタ塗りっていうところにコマンド F します。はい、これで今、青背景分かれてたレイヤーが、レイヤーのものを全部一つにまとめたので、いらないレイヤー消しちゃいます。これでねだいぶすっきりしました。今この青背景のレイヤーだけが残って、あとガイドと、まあ、配置画像と、あと今ねこれから作業する文字のレイヤーだけになりました。まああの普段仕事の時とかはまあ、このレイヤーをまとめる前のものと、レイヤーを、まとめたものっていうのは、まあ、別のデータで保存しとくと、もしこの後作業が戻りたいってなった時に便利なんで、一応これ新しく保存しときましょう。レイヤーまとめたものということで。コメント。チコちゃん、こんばんは。チコちゃん、こんばんは。はじめまして。遅い時間にありがとうございます。どんどん気軽にコメントしていってください。まあ、イラストレーターで作業してるんですけど、そんなにもう全然気にしないで、どんどんなんていうんですかね。一応、この放送のテーマが、まあ、部活動みたいに、まあ、こう雑談しながら、まあ、楽しく作業をしましょうっていうことで、今、作業を進めているんで、まあ、ちょっとね、トークに力入れると手が止まって、ちょっと作業に集中するとトークが止まっちゃったりとか、ちょっとね、まだ第5回目で、不慣れなところもあるんですけど、よろしくお願いします。で、そしたらですね、今ちょっと、一応レイヤーをまとめたものを新しく、保存したんで、早速じゃあこれでね、文字のハイライトを入れていきましょう。で、前回もやったんですけど、ちょっとハイライトを入れる作業をするのに、この下のね、原画がここの下に引いてあるんですけど、この原画のハイライトをちょっと見ながら、この上にハイライトを書いていきたいんで、ちょっとこの今、文字の、このパーツを薄く半透明にして、この裏が透けてね、見えるようにしようと思います。そしたら文字レイヤーを選択してあげて、これいかんな。ちょっと待ってね。今ちょっとね、不透明度、あれか、この穴のところは 100% じゃないんだ。あー、なるほど。あれ、ちょっととりあえずこの ビジュ中までのところをね、不透明度をちょっと変えて作業します。こんな感じで今薄くしてあげて、裏のね原画がこう透けて見える状態になりました。でこれ、ハイライトを、描いていきます。チコちゃんさん、まだいますかね？チコちゃんさんは、
あれですか、なんかこういうイラストレーターとかを普段あれですかね、使用する方なんですかね。あれ書けないけど、どうした、あ、レイヤーが見えてなかった。それでは書いていきます。まあ、今ちょっとコメント欄にあのミーニョさんっていう方がいるんですけど、一応このね、マーク、一応じゃない、あのこのマークの原画はそのミーニョさんが、書いてくれました。 iPad であれかな、書いてくれたやつをまあイラストレーターでレンダリングをしてみしようっていうことでやってます。チコちゃんさん、はじめまして。はじめまして。一応あの、まあ、このビジュチューブって書いてあるんですけど、あの、知り合いのイラストレーターの方で、開けたら白目さんっていう、あの、イラストレーターの方がいて、まあ、その方が、あの、ビジュチューブっていう、あの、チャンネルをやっていて、で、まあ、一応そのビジュチューブっていうチャンネルが、まあ、ビジュチューブっていうくらいなんで、なんか美術部の YouTube 版みたいな感じで、あの、まあね、あの、リアル美術部のイメージって結構あの、みんなで集まって雑談しながらなんか、あの、放課後を過ごすみたいな、あの、絵を一緒に描くみたいな、そういう、あのイメージがあるんで、まあ、それの YouTube 版みたいな感じで、あの、まあ、ちょっと部活動的なね、感じで、まあ、こう生配信をしながら、あの、なんですか？生配信をしながら、部活みたいにこうみんなで、あの、まあ、作業をしようよっていう、ちょっとコンセプトでこの番組始めてみました。コメント、ミーニョ、チコちゃんさん、はじめまして。ブロッコリー、もうブロッコリー。お、キミちゃんさん、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。嬉しいですね。カモメ猫さん、こんばんは、ロゴの出来がすごい。あ、ありがとうございます。一応今ね、こんな感じで、イラストレーターで、手書きで書いてもらったものをイラストレーターで、あの、レンダリングしようっていう番組をやってます。ありがとうございます。今日すごい初見さんが多くて、嬉しいですね。あの、ぜひぜひ、ゆっくりしてってください。まあ、何か聞きたいことがあったらその都度あのコメントをねいただければお話しするので、ぜひぜひ気軽にコメントしてってください。まあ、あとはあの、まあ、一応この番組あの皆さんもこう何か結構あの知り合いの方が今までにも見に来てくれて、あのやっぱりこう作業してる人の姿を見るとなんか自分も作業をなんかしたくなるねっていうあの声をいただいて、なんか、あ、生配信あの初めてやってみてるんですけど、まあこういう風にねちょっと作業、まあ、垂れ流しであんまりちょっと内容がを濃くするのはちょっと難しいんですけど、まあ一緒になんかこう作業やってる人があのライブでねいると、なんか自分もなんかこう作業がはかどるかなみたいな感じで、まあ気軽に見てもらえると嬉しいです。コメント、ミーニョ、皆さんこんばんは、こんばんは。キミちゃん、ミーニョちゃんのファンです。おお、すごい、ミーニョファンが来てくれた。ちょっとね、ミーニョファンにもね
納得してもらえるクオリティでね、ロゴマーク仕上げようと思うんで。チコちゃんさん、作業しながら聞いてます。ありがとうございます。すごく嬉しいです。そう言ってもらえると。何の作業してるんですか？今、イラストを描いてるんですかね。何の作業でしょう。ミーニョさん、私も課題しながら見てる。カモメネコさん、ミーニョちゃん、絵うまいですね。ねえ、そうですよね。ほんとね、絵がうまいですよね。なんか、あれですね、こう、部活みたいに、なんかこうやってみんなが集まってコメントしてくれるとなんか楽しいですね。まあ、ちょっとね、こうやっぱり口動かしながら手動かしてると、まあ、若干この作業側の集中力が落ちるんで、まあ、ちょっとこの放送外で、作業はね、ちょいちょいしちゃってるんですけど。ミーニョ、カモメ猫さん、ありがとうございます。泣き泣き泣き。うん。チコちゃんさん、写真の整理してます。お、写真の整理ですか。写真をやってる方ですか。あれですかね。もしかして、インスタグラムから来てくれたんですかね。もしかして。今日は自分のインスタグラムの方でもう一応CM を入れてみたんですけど、昨日はね、インスタグラムに告知したんですけど、おそらく昨日はインスタグラムから誰も来てないのかな。まあ、日曜の夜っていうこともあって、昨日はね、結構っていうか、もうほぼ2人か3人みたいな感じだったんで、やっぱ平日の夜の方が、あれですかね、需要があるんですかね。仕事行ってきて、まあ、ちょっと夜の空いた時間に見てもらえる感じですかね。まあ、あと Facebook にもやってることは書いてるんですけど、ちょっと毎回事後報告になっちゃってて、あ、今日もね、リンク、あれか、こう告知すればよかったんですけど、なんか音楽がちょっとシリアスな感じになっちゃった。およいしょよいしょ、なんかあれですかね、何系の音楽がいいとか皆さんあります？リクエスト。なんかね、結構毎回音楽変えてるんですけど、なんかクラシックとかアコースティックだとまあ眠くなるっていうし、まあ今ちょっとヒップホップのハッピーっていうくくりで音楽入れてるんですけど、どうしようかな。もうちょっと明るい曲がいいですよね。ちょっとあれかな、アコースティックでいってみようかな。爽やか。キミちゃんさん、ハイライト入れると可愛くなりますね。早く全体像が見たいです。そうですよね、こうハイライトが入るとね、こう一気になんかこうこのプリッと感がね、すごい可愛いんですよね。チコちゃんさん、インスタもあるんですね。そうなんです。インスタもあります。まあ、どちらかというと、インスタの方がね、あれですかね、出現率が高いですかね。まあ、出現率というか、フォロワーが結構インスタの方が多いんで、
まあ、最近はね、結構この配信始めてから、ツイッターの方も、まあ結構更新頻度高いんですけど、まあインスタグラム、アカウントの名前同じなんで、インスタグラムの方もマーティータケで検索していただければ、マーティーアンダーバータケか。で、出てくるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、すごい、ブドウみたいな。昨日はちょっとこれね、ナスみたいとか言ってたんですけどね、おとといか。なんかテカリを入れるとブドウみたいに見えてくる。ミーニョ、ハイライト入れるとほんと可愛くなる。ね、ほんとにね、可愛いよね。そう、なんか、結構まあ今日なんかなんとなくちょっとぼーっと考えてたんですけど、まあ、結構このイラストレーターを使って、なんかこうやって今レンダリングしてるんですけど、まあ一応10年前とかは、大学の授業とかでも、まあ、イラストレーターで、まあ、こうレンダリングとかやったんですけど、なんか、もしかしたら今もこれ、なんていうんですか、時代的にはもう今 3D CAD の時代なんで、こうやってイラストレーター使ってレンダリングするのってもうなんか、作業的にはもう、なんていうんですか、死後じゃないですけど、なんか、もう時代古いんじゃないかなとか、勝手に若干思ってたんですけどね。まあ、3D でこういうねロゴとかを書いてあげると、なんていうんですか、もう一回書けばいろんな角度から、まあ、ライティングもいろんな角度からライティングもできるし、まあ、あとはいろんな角度から撮影もね、仮想空間みたいに作って撮影ができるんですよね。でもこれイラレのレンダリングってもう普通のイラストっていうか、まあ、イラストレーターなんで手書きのイラストと一緒で、こう一回書くとね、それ以外の角度から動かしてみたりできないんで、なんか、あ、時代は 3D だよなとかって思いながら思いながらちょっと今書いてます。一応3D ソフトもなんかフュージョンっていう 3D CAD のソフトがあって、知り合いにミモンさんっていう 3D CAD のかわいい、なんだ、 3D CAD のイラストレーターの方が、まあ、いるんですけど、まあ、その方のもうあれかな、最近は違うのかな、フュージョン使ってるっていうのはちょっと教えてもらって、自分もパソコンのソフトにフュージョン、なんか商用利用じゃなければ、無料でずっと使えるんで、一回入れて練習とかしてみたんですけど、なかなかやっぱり 3D CAD は、まあ一応使えないことはないんですけど、その好きにこう、イラストを粘土こねるみたいに、なんか CAD を使いこなすのってやっぱすごい難しくて、うん、ちょっとね、1回入れて1ヶ月ぐらいやってみたんですけど、ちょっとこれでイラスト描くのはなんかちょっと自分には向いてないぞと思って、結局イラストレーターでイラストを描いちゃってるんですけどね。なんかあれですかね、 CAD とか使ってる人とかいますかね。ミーニョ、マーティーさんのインスタ、皆さん見ましょう。あ、CM ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。ミーニョ、ナスからブドウに。うんね、ナスからブドウにね。ナスからブドウに進化したよ。ミーニョ、ミモンさんめっちゃ好き。ねえ、すごいよね。本当に。本当に世界観が。すごい。もう本当にね、尊敬でだよね。今ちょっと、美術中のとこまでハイライト入りました。ちょっと一回
ハイライトの方のレイヤー固定して、ちょっと文字を 100% に戻してみます。はい。お、かわいいね。まあ、ちょっとね、細かいハイライトの位置とかは、また後でちょっと調整していきます。まあ、あとね、線の太さを変えたりとかするとよりリアルになるんで、一回ちょっとここはこれで、置いておきます。で、じゃあ隣の方にね、行きましょう。じゃあまたハイライトレイヤーに変えて、ハイライト取っていきます。キミちゃんさん、CAD なんですか？そうなんですよね。今の時代ね、CAD なんですよね。まあ、10年ぐらい前、まあ、もっと言うと20年前ぐらいの時とかは、まあ、そんなに CAD でね、イラスト描くとかなかったんで、まあ、こうやってイラストレーターで、三次元的に書くしかなかったんですけど、もう最近はパソコンのスペックもすごく上がってきて、CAD のソフトでね、十分、パソコンが動くようにもなってきたりとか、まあ、ソフトの発展もね、すごいし、パソコンの発展もすごいし、もうね、CAD の時代ですね、今ね、本当に。あれ、線が。ミーニョ、作品すべてが可愛すぎる。ミモンさんね、本当に可愛いよね、本当にね。カモメ猫さん、CAD が使えるようになりたい。ねえ、そうなんですよね。自分ももともと工業デザインの出身なんで、工業製品の2D 的な図面は引けるんですけど、それをじゃあ 3DCAD でイラストを描くってなると、またね、ちょっと全然、必要なスキルっていうか、なんかそのソフトの使用感とかがね、全然違って、本当にね、みもんさんはすごいです。もう尊敬してますね。みーにょ、かわいいね。うん、かわいいよね。プリントしてる。あ、キミちゃんさん、プリントしてる。うん。チコちゃんさん、ブの口のところがいい感じ。あ、このね、この口のところちょっとね、いい感じですね。これ、YouTube っぽい感じで。ちょっと最初に赤血球とか言っちゃったんですけど、ちょっとイメージ悪くなっちゃうかな。一回それに見えるとね、ちょっとね、他に見えなくなっちゃう。いい感じですね、この赤いところ。よし、では次行きます。これが、よし、だいぶ作業が進んできました。今日は結構スムーズですよ。うん。今日は口も動いてるけど、手もいい感じに今日は動いてますよ。一応ね、毎回1時間で作業を終わらせようって言ってて、毎回1時間半ぐらいかかっちゃうんで、ちょっと手もね、ちょっと頑張って動かしていきます。みんなあれですかね、今日は Twitter から来ていただけたのかな。あれか、みんな、ミーニョのあれかな、ツイッターをフォローしてくださってる方なのかな。本当に、ミーニョありがたいです。本当に。ありがとうございます。共有をしてくれて。もうね、多分自分一人だけで配信してたら、もう本当にほとんど多分人来ないですね。
本当に多分一人来るか来ないかぐらいですかね。結構ね、あんまりなんかその、まあ、仕事の同業者の人とかは多分そんなに、まあ大学の先輩とかね、はなんか見に来てくれたりとか、あと高校のあの同級生が何回か見に来てくれたりしたんですけど、あ、ここにも薄くハイライト入れてくれてるんだね。どうしようかな、これね。今、光源を左上に設定したんで、ちょっとハイライト右下にしようかな。ハイライト右下にしよう。どうしようかな。ここ、迷うね。薄くこっち側にも入れとこうか。ちょっと迷うけど、とりあえずこっち側にしとこう。きみちゃんさん、みーのちゃんにやるから見てって、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。まあ一応とりあえず配信をこうやって、まあ今、イラストレーターで始めてみたんですけど、まあ今までは結構ドローン飛ばして、映像を作ったりとか、まああと Vlog って言って、今ちょっと、なんだろう。流行ってきたっていうか、まあ去年ぐらいから結構ビデオグラファーの人が流行らそうとして、Vlog って言って、ブログとビデオの合体の造語らしいんですけど、ブログ的な感じでね、気軽にビデオを、まあ、撮ってアップするっていう、まあ Vlog っていうのがあるんですけど、まあその Vlog を、何本か作ってアップしたりしてます。で、今回もまあ、ミーニョが東京のイラストレーターの、まあ、開けたら白目さんっていう方がいて、まあ、その方のアトリエに遊びに来た時に、まあ、自分も白目さんと、まあ、知り合いで、まあ、アトリエに行ったらたまたま、まあ、ミーニョが遊びに来てて、まあ、そこで初めてに会ったんですけど、まあ、それがきっかけで、このビジュチューブの、まあ、ロゴをなんか作ってたんで、なんか、あ、じゃあちょっと部活動でレタリングしてみようかって言って、まあ、今、まあ、配信をね、自分がなんかやってみたいなって思ってたっていうのもあるんですけど、なかなか Vlog とか、まあ、ちょっと作品っぽい映像とかってやっぱり編集に時間がかかっちゃって、まあ、他の仕事とかしてるとなかなか編集の時間が取れなくて更新頻度が低かったんで、まあ、なんかあれかな、その数をね上げたいなって思ってた時に、その白目さんがまあ配信をしてそのままこう動画アップできるから、まあ便利だよっていうことで教えてくれて、じゃあ自分もちょっとやってみようっていうことで、まあ始めてみました。そんないきさつです。で、まあなかなかでもね、始めてみたら始めてみたで、なんていうんですか、編集できないんで、結構まあ最初はこのイラストレーターのなんていうんですか、チュートリアル的な感じで、まあ、イラストレーターの使い方をこう、まあ、話しながら使い方メインでやろうかなって思ってたんですけど、なんかチュートリアルにしては尺が長すぎて、全然なんていうんですか、ライブで見てる人以外はちょっと伝わりにくいなっていう感じになっちゃって、うん、で、まあ、いろいろ考えた結果、もうなんかチュートリアルよりは、こうみんなで集まってね、やっぱりワイワイコメントしてもらって、で、まあその作業してるのを一緒に見ながら作業した方が、まあこの番組の配信自体には価値があるかなと思ってね一応トークメインでいきましょうということで、まあ作業の画面がほとんどでかいんですけどそんな感じで今ねやってます。一応こんな感じでちょっとね、びっくりマークだけもう一回最後にやって、
あのこの一応今回のシリーズの配信は完成にしようと思っていて、まあ、このびっくりマークはちょっとここだけ作業を残しておいて、今ハイライトが全ての文字に、まあ、一応とりあえずざっくり入れ終わりました。でこれでざっくり入れ終わったんで、これからハイライト の, その細かい位置の調整に入っていきます。でまあ細かい位置の調整もしつつ、ハイライトの太さ、線の太さを変えたりとか、まあ、あとは前回の青背景の時もやってるんですけど、あの半透明にして下の色をちょっと透かせることでこのハイライトが、まあ、馴染んでちょっとペンキっぽいこうクリアな感じが出てくるんで、まあ、その位置の調整と線の、太さ強弱の調整とあとは不透明度の調整を、まあ、1文字ずつこれからやっていこうと思います。ちょっとコメントいきましょうか。いいね、ありがとうございます。コメントいっぱい来てるな。チコちゃんさん、おすすめから来ました。何のおすすめだろう。 YouTube のおすすめかな。なんか嬉しいですね、ありがとうございます。カモメ猫さん、 YouTube やってるのは白目さんのアトリエで聞いてこの間会ってますよ。あららら、ちょっと待って。あららら、あららら、ちょっと待って、誰だろう。あ、ごめんなさい、顔が出てこない。誰だろう、ちょっと教えてください、後で。ミーノさん、あ、アトリエ夜の配信に映ってましたよね。あららら、ちょっと待って、あ、ごめんなさい。そうです、ミーノちゃんが帰る間際にやってきた人です。ミーニョ、うわごめんなさい、ちょっとパッと出てこない。カモメ猫さん、 Vlog 女子多いですよね、再生数も多いし。そうなんですよね。まあ撮影機器とかがね、オスモポケットとかすごく手軽でこうよく撮れる機材がすごく増えてきたんで、そういうのもね、Vlog ブームの火付け役になってますよね。まあ、あとアプリがね、すごくよくできてて、DJI の関係のやつって動画の編集がね、すごく簡単に綺麗にできるんですよね。自分もドローンとかジンバルとか DJI のものを使ってるんですけど、本当にそのアプリの方のね、性能もすごく良くて、本当に DJI さんすごいですよね。カモメ猫さん、もっとミーニョちゃんとお話しすればよかった。ついたばっかで緊張した。ミーニョ、私も人見知りでお話ししたかったです。あ、なんかこうやってコメント欄で会話してもらえて、なんか こちらも嬉しいですね。ミーニョ、私も人見知りでお話ししたかったです。ミーニョは人見知りなのかな、人見知りなのかな。全然すごい社交性があるように感じたんだけど、人見知りなのかな。でも、チコちゃんさん、おすすめから来てくれたって、なんか、すごい嬉しい。おすすめに出てるの、この放送。何のおすすめだろう。YouTube のおすすめかな。ではでは、ハイライトの位置をね、調整していきます。カモメ猫さん、紫のパーカーを着ていた人です。あーはははあ、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 紫のパーカーを着ていた人。なんとなく、ちょっと後ですみません、写真をね、見返してみます。ミーニョ、紫の、あ、じゃあごめん。ミーニョ、人見知りですよ。わらわら。そうなのかな。全然人見知りな感じしないんだけどな。そうか、そうか。チコちゃんさん、ドローンの動画見ていたからかもしれない。あ、なるほど。ドローンの動画つながりでおすすめで出てきたんですね。なるほど。なるほど。ドローンもね、ちょっとどんどんやっていきたいですね。ちょっとどんどん、
どんどんやっていきます。ちょっとね、動画の方がなかなか更新頻度が低くて、前回までの放送でもちょっと話したんですけど、年末に使ってた iMac がちょっとハードディスクが壊れちゃって、でパソコンが年末にちょっとお亡くなりになられてですね、それもあって今この配信してるんですけど、スペックのいいiMac をカスタム iMac の27インチのカスタムでCPU を Core i9 にして、でメモリは一応8GB がベースだと思うんですけど、16GB でとりあえず注文して、で、あと、なんだっけ、保存の容量が2テラかな。うん。なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、ノートパソコンみたいな、なんだっけ、SDD じゃなくて、なんだっけ、保存のやつは普通のそれじゃない普通の保存のやつなんですけど、そんな感じで動画の編集に耐えられるように、カスタムでパソコン注文して、で、そういうこともあって配信がこう始められるようになりました。イラストレーターを動かしつつ、今 OBS っていうソフトでこの画面作って放送してるんですけど、OBS を動かして、パソコンの今インカメでビルトインカメラで、これ映して、でそれで YouTube を立ち上げて、ライブ放送をするっていうのがね、本当にパソコン様々でできるようになりました。で、ちょっと話飛んじゃったんですけど、それでちょっと動画のね、編集スペックが上がったんで、今年は動画をどんどんやっていきたいなって今思ってるところです。で、結構やっぱりドローンの動画が重くて、前のパソコンだともうそのプレビューをなんか再生するにもなんかガタガタしちゃって、結構なんかそういうスペックがやっぱり追いついてないっていうのもあったんで、ちょっと更新頻度がなかなか上がらなかったっていうのもあったんですよね。やっぱりハード面が撮影機材が揃ってくると、今度パソコンのスペックに不満が出てきて、もうなんか本当によくカメラはカメラ沼っていうし、パソコンはパソコンで沼だし、なんかどこかが良くなると、なんかどこかがこう物足らなくなってきて、なんか全体的にこうスペック上げていくと本当にね、どんどんお金がかかりますね。本当に底なし沼ですよね。なんかヒカキンがね、この前なんかおすすめ動画で、Mac Pro のなんかフルスペック800万とか言ってやってたんですけど、もうハイビジョンの動画が15分の5分で書き出すっていうね、すげえなーと思って、もう本当にもうテレビ局レベルっすよね、もうパソコンね。個人でテレビ局みたいな編集スペックのパソコンを持つっていうのは本当にすごいなと思って、自分の、なんか、本当に、この iMac をね、本当に買うのにヒーヒーしてるぐらいなんで、ちょっとね、自分も頑張って高スペックのパソコンが買えるように、ちょっとね、仕事も頑張っていきたいなっていう、その、自分に対しての戒めでもあるんですけどね、このね、いいパソコンを買って、いい仕事をしようっていう、意気込みで、やってます、今。すみません、ちょっと話が、長かったんですけど、チコちゃんさん、群馬の自然素敵でした。ありがとうございます。あれですかね、チコちゃんさんは関東の方なんですかね。結構ね、ドローンだとやっぱり東京はね、ほぼ全域が飛行禁止になってて、なかなかドローンもね、飛ばせる場所が難しいんですよね。
人口集中地区マップっていうのがあって、まあなんか DID っていうなんか人口集中地区っていう、まあ、地図があるんですけど、まずその地図のその人口集中地を外れてることがまず第一条件なんですよね、ドローンを飛ばすのに。で、その人口集中地区をまずはそのなんかネットにね、地図があるんですよ。その人口集中地区の、地図を見て、まあ、まず飛ばせるかどうかを確認して、でその後さらに結構ね、あの自分もあの国立公園のなんか森、あの群馬県に妙義山っていう山があって、でその山の駐車場に行ってドローン買ってすぐの時にもう全然そういう許可のこととかあんまり知らなくて、でその人口集中地区のマップだけ見て、よしここ人口集中地区じゃないから飛ばせるぞって言って、なんか飛ばしてたら、なんか管理人の人が軽トラでビーンって来て、ここドローン禁止ですよとか言ってね怒られたことがあって、そうなんだと思って、本当にまあ毎回ね、そんな勉強ですよね。でそれで、どうすれば飛ばせるんですかって言ったら、なんか国有林の場合はなんか群馬県のその県の許可を取ってくださいっていう風に言われて、そうなんだと思って、でまあそんなこともあり、まあ今上がってるドローンの映像は、あれ群馬県の、まあ、春名山山麓、まあ、春名山系っていう山のところの伊香保温泉っていうところが有名だと思うんですけど、その伊香保温泉の、近くにあるまあ、渋川市の二つ岳っていうところなんですけど、まあ、そこは、やっぱり森林事務局っていうのが、まあ、国立公園なんで、あの森林事務局っていうのがあって、で、その森林事務局にやっぱり、あの、許可申請の書類を書いて、で、なんか、あの、飛行、なんだ、期間と飛行のその経路とかを、あの全部地図上に示して、なんか申請しないといけないんですよね、書類作って。でまあその地図をだからダウンロードして、その地図上に、まあ結構あの自分はイラストレーター使って書いちゃってるんですけど、まあその地図をイラストレーターに載せて、まあ矢印書いて、まあこの経路でまあ飛びますよっていうのをあの添付して、でまあその申請書類とその添付資料として、まあ、その地図をね、あの提出して、でそれで、やっとあのね撮影ができるっていう感じなんですよね。なかなかハードル高いですよね。でしかもあの撮影は一応なんかその仕事で撮影をする機会があって、でその仕事で一応申請書類出すんで、まあその仕事の時、申請書類出した時に撮った映像を、そのクライアントの人に、まあ、プライベートで使っていいですかって、あの、聞いて、で、いいですよって言われて、で、あれを編集して、まあ、YouTube にアップしてるっていう感じですね。ねえ、ドローンもね、本当に奥が深いっていうか、まあ、なんかそういう法、あの、航空法、にね、あの当てはまるんですけど、そういう法律関係とかがね結構ややこしくて、まあ一応ね少しずつ慣れてきたんですけど、やっぱり最初はね全然わかんなくて、ネットで調べたりとかいろいろねして、やっと落ち着いて飛ばせるようになってきた感じですね。ミーニョマーティさんがドローンの動画をおすすめしたので見ました。めっちゃ綺麗だった。高所恐怖症にはちょっと怖かった。確かにね、高所恐怖症の人はなんか柵のないところを飛んでるみたいな感じだからね。キミちゃんさん、テラ。ミーニョ、開けたら白目のアトリエの動画楽しみにしてます。はい、あの、白目さんの、あの、アトリエに遊びに行った Vlog も編集しようと思ってるんで、
ね、本当は本当はもうね、2、3日で編集しないと、やっぱりその、なんていうんですかね、動画の鮮度が落ちちゃうんで、もう本当はもうすぐやりたい気持ちがあるんですけど、あるんですけどとか言ってちゃダメなんだよな。もうそう言ってる間にどんどん着手しないとね、いけないんですよね。そう、もうどんどん記憶がね、鮮度が落ちちゃうと、やっぱり動画の編集もだんだん難しくなってきちゃうんで、その、もうとにかく記憶が新しいうちにどんどん編集した方が、そのね、ストーリー性も出しやすいし、まあ、今週中になんとか着手する予定でいます。開けたら白目さんのところに遊びに行った Vlog。で、まあ今ね、ちょっとまあ前のパソコンまでは動画編集はなんだ、Final Cut Pro っていう、あれはあれかな、Mac から出てる公式のソフトなのかな、Final Cut Pro 10っていう、まあ、一回買えばね、買い切りで使える動画の編集ソフトがあって、まあそのソフトを使って今まではまあ編集してたんですけど、まあもちろんそのソフトも、クラウドなんでアカウントログアウトして、で、新しいパソコンでログインすれば、まあまた使える状態にはあるんですけど、今プレミアプロっていうアドビの方から、この今使ってるイラストレーターっていうソフトと同じ会社の動画編集ソフトがあるんですけど、まあそっちのソフトをね、ちょっと使えるようにしようと思って、まあ一昨日ぐらいからそのプレミアプロのちょっとチュートリアルやったりとか、まああとはビデオグラファーとかの人のチュートリアル、プレミアプロのチュートリアルはね、結構前から見たりしてて、もう基本のね、操作は大体抑えたんで、うん、あとはもう、行動に移すのみって感じなんですけど。はい、まぁ、ちょっとね、口を動かしつつ手を動かして、美の文字のハイライトを大体いい位置に入れてみました。どうでしょうかね。まあ一応光源が左上なんで、このね、左上にまあハイライトが入るっていうまでも、うん、下に全部入れちゃったけど、まあミーニョの原画があるか。まあ一応でもこれ、ハイライトの入り方的に、多分太陽じゃなくて蛍光灯のある、まあ部屋とかで、ペンキにハイライトが入ってるようなイメージでハイライト入れてきたんで、この背景の方もね、まあ、その蛍光灯の感じ、こういう長いハイライトとかは、天井に蛍光灯がバーって、まあ、よく美術室とか、教室とか、まあ、あと会社とかね、イメージしてもらうと、わかると思うんですけど、そういうハイライトの、まあ、入り方を今、意識して入れていっています。こんな感じで、美の字はとりあえずね、一回これで、置いといて、次、術の字に、行きましょう。ハイライト整えていきます。きみちゃんさん、ドローン操作もご自身で。そうです。自分で操作も、まあ、やってます。まあ、最近のドローンはね、すごく性能がいいんで、もうね、本当に何もしなければ、その場にずっと、まあ、ホバリングって言って、ずっとブーンって、同じところにね、止まってくれてるんで、もう本当にあれね、誰でも飛ばせますね。本当にすごいです。その、技術の方が本当にすごくて。で、あとはね、まあ、その、DJI っていうメーカーなんですけど、まあ、ジンバルって言って、よくこう、棒みたいのを持って、先っぽにこうね、カメラがマウントしてて、ブレないように、なってるやつをジンバルって言うんですけど、その DJI とかは、ドローンのね、ドローンにもカメラがマウントされてて、でもそのカメラのとこにジンバルがね、もうついてるんですよね。三軸かな?この縦方向と、横方向、か、二軸?ん?何軸になるの ?1、1、2、
二軸？うん、うん、まあ、まあ、ちょっと何軸かわかんないですけど、そんな感じで、ちょっとね、軸がついてて、はい。あの、ブレをね、防止してくれるんですよね。それなんで、結構ね、風が強い中飛ばしても、映像はまあ、若干はさすがに風が強いとブレるんですけど、普段のもう気候だったら全然もうね、ブレないで、美しい映像がね、撮れますね。で、あとはね、携帯にアプリを入れて、コントローラーに携帯をマウントするんですよ。あの、iPhone の端子がコントローラーについてて、で、それをあの、携帯に接続して、まあ、携帯の画面にそのドローンが撮ってる映像が映るようになってて、で、その映像を見ながら、まあ、飛ばす感じですね。まあ、ちょっとね、そういうあの、ドローンとかのね、なんか、説明をやる回とかもちょっと配信で作りたいですね。面白いですよね、そういうのね。こういう配信でなんかそのドローンの、あの、まあ、使い方、ちょっと部屋ではちょっと、ま、飛ばせないことはないんですけど、あの、ほとんど飛ばせないんで、ちょっとそういうドローンをなんか見るような感じの放送があっても、ね、面白いですね。チコちゃんさん。チコちゃんは渋谷区。お、渋谷区の方なんですね。すごい、大都会、大都会ですね。大、うん、大都会。もう群馬の人からしたら、大都会ですね。もうね、もう本当に昔から群馬でもネットで原住民みたいな感じでいじられてるんでね。あの、群馬の成人式とか言って、あの、なんか木で作ったあの櫓の上からバンジージャンプする画像とかね。うん。あとなんか謎のこう民族のお面を持った人たちの集合写真がなんか群馬の家族写真とかなんかすげえいじられてますけどね。本当に渋谷区の方ですか。すごい。ありがとうございます。きみちゃんさん、伊香保温泉2回ほど行ったことあります。あ、本当ですか。ね、伊香保温泉結構手軽にね、高速インター降りてすぐの場所なんで、結構東京の方もね、あの、訪れやすい場所かなって思います。で、結構ね、あの、石段街があって、コンパクトに温泉街がまとまってるんで、まあ、日帰りでもね、結構楽しめるし、自分もあの、一回、あれですね、自転車で、この前行ってきたりしたんですけど、まあ、ちょっとね、そうやって自転車で行ったりとか、あの、まあ、結構輪行がブームだったりするんで、あの、高崎の駅まで新幹線で、まあ、上野から50分くらいなんで、そこから、まあ、あの、鈍行のローカル線じゃなくて、鈍行に乗り換えてもらって、どうなんだ、30分くらいですかね、高崎の駅から。うん。で、まあね、輪行袋に自転車入れて持ってくれば、結構渋川駅からは2、30分くらいで、まあ、着くかもしれないですね。チコちゃんさん、ドローン飛ばすのって大変なんですね。そうなんです。結構飛ばす場所を見つけるのがね、大変なんですよね。まあ、群馬だと、まあ、そんなに人口が密集してるとこないんで、まあ、結構川の上がね、グレーゾーンで、毎回あの川の上で練習してます。インスタグラム見てもらうと、結構あの川の上で、ま、毎回川の上しかほぼないんですけど、川の上であのパノラマ写真、夕日のとか撮って、あの、アップしてたりするんで、ま、ぜひちょっとインスタの方も見ていただけると、結構ドローンの写真とか映像が見れると思います。かもめ猫さん、白目さんのアトリエって YouTube 欲高まって映像だけ撮ってみて、それからはね、かもめ猫さん、学校が Adobe の無料対象なので、動画の授業でプレミア使いました。おー。おー、ぜひちょっとかもめ猫さんもあの、ぜひ動画編集しましょう。ぜひぜひ。あの、自分もちょっとプレミアプロをね、あの、勉強しだしたんで、一緒にプレミアプロをね、やりましょう。でね、あの、かもめ猫さんはあれですかね、YouTube の動画はアップされてるんですか？
まあ、もしあのアップされてたらぜひ教えてください。見に行くので。あ、ちょっとコマンド S を押します。コマンド S 上書き保存。思い出しちゃった思い出しちゃったじゃない、思い出してよかったんだけど、早いものでもう1時間が経ちました。皆さんね、ありがとうございます。遅い時間に。ミーニョ。ツヤンツヤン、ツヤンツヤンだね。うん、だいぶツヤンツヤンになってきたね。ツヤンツヤンにね。ミーニョ。家でドローンしたら部屋ぐちゃぐちゃになりそう。まあまあ、あれですよ。性能がいいんで多分大丈夫だと思います。その場でずっとホバリングしてくれるんで、部屋がまあぐちゃぐちゃにはならないかな。どうかな。チコちゃんさん、伊香保温泉の動画に映ってたスマホはカメラ用だったんですね。伊香保温泉の動画に映っていたスマホは、あ、そう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 、そうなんです。あれに映ってたあのスマホは、あれコントローラーに、スマホがガチャってあれなんですよね。差し込むジャックがついてて、そう、スマホをね、差し込んでるんですよね。ちょっとあれかな。ちょっと作業浮気して、ちょっとせっかくなんでドローンのあれ、コントローラーじゃ、ちょっと画面ちっちゃいんですけど。見ましょう。ちょっとカメラ、カメラ下に、あ、これ以上下に向かないわ。ですね、ドローンちゃんは一応ね、こんな感じですね。こんなちっちゃいやつなのに 4K がね、撮れるっていう、こんな感じです。ドローンくん、まあ、これをこうパカパカってこうやって開くんですけど、もう全然いられと関係ないもんね。全然関係ない。こんな感じです。はい。で、まあ、こんな感じのドローンくんになってて、さっき言ってたカメラ、まあこんな感じで、この横方向と、あれですね、三軸ですね。上にもついてるんですね。こう、上の軸と、この横の軸と、で、さらにここのカメラのこのジンバルっていうのがついてるんで、こう、多少ね、機体が揺れても、こう、カメラがこれで安定してブレないっていう風になってるんですよね。で、まあ、重要なコントローラーの方なんですけど、こんな感じ。もうね、DJI さんのね、製品、本当に SF 映画に出てきそうな、もうかっこいいデザインで、で、これをね、こうパカッとこう開くんですよ。こういう感じで。パカッと。こうやって。で、アンテナもね、こういう感じで。こういう感じで開けるんですよね。で、ここのね、ここにつまみが、こう、見えますかね。ここに収納したと、こんな感じですね。収納しちゃって、これを、ここ、ここ、見えるか。ここにこう、回して入れられるようになってます。こんな感じ。で、そしたら、ここにね、iPhone のジャックがついてるんですよ。で、ここに、iPhone を、ジャックにね、接続します。見えるかな？こんな感じで。これで今、ジャックが入りました。こんな感じ。こんな感じです。で、ここの、まあ、画面に、
映るんですよね。そのさっきのドローンのカメラが、まあカメラのとこに映った映像が、まあ、ここに映って、まあ、このこれでね、まあ、操縦するって感じですね。上下左右と、あとこの裏の裏に、まあ、ゲームのコントローラーみたいにこう裏にもボタンがついてるんですけど、これであのこう水平にこう横に動くっていう、まあ、いろんなボタンの設定できるんですけどね。あとここにこういうなんかダイヤルみたいのがついてて、まあ、これはあのカメラをこう下から上にねこうグーってこう向けたりとか、このダイヤルでできるんで、結構あの飛ばしながらこう下から上にこうバーってこうダイナミックに広がる映像とかあると思うんですけど、まあ、その操作とかはここのねあの操作これビーってやりながら、この裏のやつでカメラを下から上にこうバーって向けてあげると、すごくダイナミックな映像がまあ撮れるんですよね。まあ、ちょっとあの、はい、ドローンはこんな感じでした。またあれですね、ちょっとね、そういう機材紹介的なのも、まあ、結構いろんな YouTuber さんがやってるんですけど、自分もちょっとゆくゆくはやりたいなと思って、まあ、結構部屋をね、あのこの放送ができるように去年の末から すごいいろんなもの断捨離とかして、やっとこうすっきり見えるようにあの部屋を片付けられたので、あのゆくゆくはちょっとそういう機材紹介とかなんかそういうのもやっていきたいなって今ね思ってます。はい、とりあえずじゃあ作業に一回戻ります。コメント、カモメ猫さん、動画を上げれる状態にはしてありますけど、動画を上げるの少し恥ずかしい。あ、それはね、でもね、自分もね、あれなんですよね、動画上げるの最初はやっぱり恥ずかしかったし、まあ、あと今はちょっとこうやって顔出しをね始めたんですけど、もう1年くらい前からちょっといつ顔出ししようかなっていう、そのタイミングをねなんか結構迷ったりはしてたんですよ。でまあ Vlog とかにもあのね遠くの方には結構あの歩いてる姿とか出してたんで、顔がそんなにはっきり見える映像はあんまり今まで使ってなかったんですけど、なんかやっぱりなんていうんですかね、そのいろんな YouTuber さんの映像とか見てると、やっぱ顔が入ってた方が、まあ、表情とかも見えるんで、なんか映像のその魅力が、まあ、すごくやっぱり増すなと思って、でまあそういうのもあって、でしかもその白目さんのアトリエに行った時に、まあ放送でね顔を出して、まあちょっと対談とかやってたと思うんですけど、まあ対談とかもやったし、まあそんなんもあって、よしじゃあ自分でも顔出してやっていこうっていう気持ちになって、うん、まあそういうなんですかね、いろんな要素がそうやって重なって揃って、まあカメラ機材を最初揃え出したんですけど、まあ、カメラ機材がある程度揃ってきて、で、まあ、パソコンもスペックが、まあ、動画編集に耐えられるのを買って、で、部屋も綺麗に片付けて、まあ、一応放送ができそうな、その、体制を整えて、で、ちょうどそのタイミングで、あの、白目さんのアトリエに、まあ、遊びに行くことができて、でそれでまあね、今回のその美術チューブ活動っていうことで、まあミーニョが原画を描いててとかね、なんかちょっといろいろな要件がたまたま重なってね、まあ本当に1年前から悩んでたんですけど、なんかそういうふうにいろいろなことが積み重なって、でなんかね、その恥ずかしさはなんか慣れですかね。自分もそうやってずっとなんとなくどうしようかなどうしようかなって思ってたんですけど、なんかこういざ始めてみちゃうと、こうやってなんかみんなで楽しくいろいろできるし、うん、なんかうん、なんですかね。なんですか。
うん、そうそうそう。まあ、ちょっと動画、ぜひね、なんか、まあ、このね、放送、白目さんのアトリエに行ったのも、まあ、一つの、そういう撮影するきっかけでもあったと思うんで、ちょっとぜひ、YouTube 一緒に始めましょう。あの、動画、自分も、あの、プレミアプロで、これから、Vlog ちょっと編集してアップするんで、ちょっとカモメ猫さんの動画もぜひ見てみたいですね。あ、あれ？カモメ猫さん分かったかな？あ、分かった、分かったか、分かったよ。今更だけど、あ、すいません、あの、分かりました。分かりました。あれか。分かりました、分かりました。あの、あれかな？ 2 年、あの、学生の、あれですよね。学部の、あれですか、2年っていう話してた方でしたかね。うん。あ、わかりました、わかりました。あ、あんまりちょっと個人情報すいません。あの、控えます。ミーニョ。ドローンでドローン。ドローンでドローン。うん、これもちょっとドローンしちゃう。あ、逆だね。ドローンってドローン。チコちゃんさんはありがとうございます。はいはい。うん、ドローンあんな感じです。まあ、ちょっとまたね、何か知りたいことあれば、どんどんコメントください。できる限り、やっていきたいと思います。ドローンの話してる時のマーティさん、かわいい。あ、ああ、ありがとう、ありがとう。うん。結構なんかね、なんだろうな。結構周りの人にも言われるんだけど、なんかカメラの話とか、なんかドローンの話とか、なんか好きなものの話をしてるときに、なんかすごい目がキラキラしてるよねって。目がキラキラしてるよねってね、なんか言われるんだよね。ちょっとその、あれかな、ちょっと楽しい感じが出ちゃってた、にじみ出ちゃってたかな、ドローンの説明してるときに。うん。チコちゃんさん、最後のシャットダウンで出るのかっこよかった。あれね、そう、ちょっとね、あれはね、ぜひ入れたいなと思って。そうそうそう、そうなんですよ。ちょっとじゃあ、ピロリンやります、ピロリン。ピロリンやりましょう。いきます。あれ、ちょっと待って。はい、もう一回。あれ、おかしいな。あれ、ごめんね。ちょっと待って。携帯つながないとならないのかな。携帯をつながないと、スマホつながないとならないのかもしれないね。はいはいはい。すいません。ちょっとせっかくなんでアプリも開いて、これね、ドローン用のアプリがあります。はい。で、行きます。今度こそ行きます。あ、来たね。これピロリーンが来ました。こんな感じです。で、シャットダウン行きます。はい。こんな感じです。ピロリン、こんな感じでした。かっこいいですよね。もうね、ほんと DJI はね、すごい。もう中国は本当に、まあ中国のメーカーなんですけど、もうドローンのね、あの、飛行ドローンのシェア、世界8割、80% のシェアですからね、本当にね、うん、そう。でね、ああいう SF みたいな、ちょっとこう、心躍るデザインも、ハード面もそうだし、まあああいうサウンドデザインもそうだし、ソフト面もね、アプリがすごく
しっかりしてるし、もうソフトとハードのね、もうどれもすごくレベルが高いんですよね。本当にすごいですよ。まあちょっとね、中国といえば今新型ウイルスがちょっと流行ってますけど、なんだ、ニュースで10日間で武漢市になんか巨大な患者隔離のための病院を作るとかって言ってますけど、本当にすごいですね。人口がすごい、人口推しっていうか、もう本当にすごい。もうあんな日本じゃ絶対無理ですよね。10日で作るのはいいですけど、その設計士の人とかいつ設計してんのっていうね。本当によくわかんないですよね。あのパワーが本当に。もうそんなこともあって、ドローンもね、もうほとんど DJI がシェア取ってるし、本当にすごいパワーですよね、中国ね。カモエ猫さん、そんなこと言われたら、うん、そうですよ、動画作りましょう、ぜひ。もうね、とにかくまずはやってみるのがやっぱ大事ですよ。うん、まあでもね、それでやってみてちょっと自分に向いてないなって思えば、別にまあいつでもやめればいいんで、まあ自分もちょっとあんまりね、動画は多分そこまでこう、なんていうんですかね、更新頻度がまあ低いっていうことは、まあそんなに、あれっすね、グラフィックとかに比べると、まあこうやっていられいじってるのは、こうやってなんか喋りながら永遠にこうカチカチやってるんですけど、まあそういう作業の方が個人的には、まあ多分向いてるんですかね。まあでもソフトがもうちょっと使えるようになってくれば、ちょっと変わってくるかもしれないんですけど、ちょっとまだね、やっぱり最初ソフトが使えないと結構それがね、ストレスになりますよね、使えるまでがね。チコちゃんさん、笑顔が素敵ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。カムモエ猫さん、そうです。あ、すいませんね、あの気づくのが遅くて申し訳なかったです。ミニョ、マーティー、なんだい？ミニョ、ピロリ、チコちゃんさん、かっこいい、かっちょいい、かっちょいいね。ミニョ、マーティーさんのサービスがすごい。おう、チコちゃんさん、サービス精神良すぎですね、マーティーさん、ありがとうございます。うん、もうね、この部屋に、まあ普段この部屋でデザインの仕事をしてるんですけど、もう部屋にあるものはもうね、何でもお見せすることできるんで、はい。何でも言ってください。チコちゃんさん、ショベルカーいっぱい映ってて、あのニュース見ました。そうそうそう、あのニュースですね。なんか病院の医師もね、なんか今まあ、旧正月っていうんですかね、まあ、中国の旧暦使ってる国は、まあ、中国とかとベトナムとかもね、今はお正月で連休になってますけど、お医者さんがなんか帰れなくて、なんかすごい電話してるシーンとかも出てましたよね。いい加減帰らせろっつってね。本当に疲労困憊ってニュースで言ってましたけど、まあ本当その通りですよね。ちょっとね、自分も今ね、4月から5月、まあ、ゴールデンウィークのちょっと前後で、ベトナムに行こうかなってちょっと思ってたんですけど、ちょっと今飛行機見てるんですけど、早く取らないと値段がね、上がっちゃうんだよねって思いながら、ちょっとウイルスやだなって思って、ちょっと購入に踏み切ってないんですよね。ベトナムにね、結構ベトナム人のお友達が結構いっぱいいて、でね、もう2、3年ぐらい遊びに行くね詐欺してて、遊びに行く行くって言って全然遊びに行ってなくて、でいざ遊びに行こうっていう気になってチケット見出したら、このウイルス騒ぎで
ちょっと今ね、悩み中なんですよね。ミニョ、マーティ、癒しチャンネル。癒しチャンネルか。ありがとうございます。癒しチャンネル。ちょっとね、そうだね。声がね、初回放送から眠くなりますってね。ちょっと声のトーンがね、こうずっとね、こう張りがない感じがダメなんだよね。意識しないとね、こうね、こう抑揚のある会話をね、意識しないと眠くなっちゃうね。カモメ猫さん、新宿でバイトしてるんでちょっと怖い。まあね、ちょっとそういう都会だとあれか、まあね、ちょっと人口が多いからね、ちょっとそういうのはね、あるかな。まあでもね、まあ物は考えようですよね。まあ結局ビデオグラファーの人とか YouTuber の人はね、もう全然、まあもちろんそれで稼いでるっていうのはありますけど、まあそれで全然ね、顔出しとかやってるし、まあそれ言ったら芸能人とかみんなテレビ出てるし、まあでも逆にちょっとね、最近まあ昨日もちょっとなんだ、話したんですけど、まあタレント性っていうんですかね、なんかまあ地元で一緒に仕事してる陶芸家の方がいて、でその陶芸家の方とちょっと話したんですけど、話してて、まあ、ちょっとこれからの時代は、まあ、例えばこう YouTube だったら YouTube みたいに、まあ、こういうふうにね、顔を出して、まあ、生放送を例えばやることによって、なんかそのファンをまあ作るっていうのがまあ大事になってくるよねっていう話を陶芸家の方とまあちょっとしてて、その陶芸家の方もね、インスタライブとか使って、結構その、陶芸のね、作業とかを、まあ、まさにこの今、イラストレーターやりながら、こうやってトークしてるのと同じで、陶芸の作業しながら、自分のそのね、作品のファンの人とコミュニケーションを取る時間っていうのを、まあ、作るようにしてて、まあ、そういう、ね、なんか、例えばこういう放送とかをやると、まあなんていうんですかね、結構そういう、まあ自分もね、もともとはそうだったんですけど、なんかその顔出しとかするとなんか不安だなとか嫌だなとかって思うんですけど、まあほとんどが逆にそういう人なんだよなっていうふうに考えると、逆にこう顔出しをすることで、なんかそのまあ有名人ではなくても、なんかタレント性を出すことで、その、まあ、なんていうんですかね、仕事の質を上げていくっていうか、まあ、なんかファンを増やしていくっていうか、まあ、なんか時代的にはそういう時代なのかなっていう。結構ね、お笑い芸人とかもみんな YouTube 自分で番組やっても、テレビに出るよりも YouTube でね、やってる人もいたりとか、まあ、あとはね、いろいろそういう、なんていうんですかね、テレビに出てないけど、やっぱり YouTube で売れてる人とかって、まあ、ある意味でね、まあ、芸能人的な要素がやっぱりあるなっていうのはちょっと思ってて、まあ、だからって言って別に自分がそんなになんかね、有名になるとかならないとか、そういうのはそんなに考えてないんですけど、まあ、ただ時代的にはね、もうどんどんそういう映像、まあまあ前も話したんですけど、回線速度が結局上がってくると、もう動画メディアがどん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 やっぱり発達してきて、もう今ね、学生の子がどんどん TikTok 使って、まあ自分のね、顔出しとかどんどんやって、でも TikTok でね、超有名になっちゃって、街でなんか芸能人みたいに追いかけられる子とかが現れるぐらい、なんかそういうね、もうなんか本当にただのなんか一般の人なのに、もうなんか芸能人みたいとかね、そういう人が出るような時代になってきたんで、
なんかちょっと話がどこに着地するか見えなくなっちゃったんですけど、あ、そうそうそう、そのね、バイトしてて例えば怖いとかっていうのは、まあそういうのも一理あるんですけど、まあそういう考え方ももうなんか、なんていうんですかね、自分で何かをやろうっていう時に、まあ別にその不安要素はあるけども、まあそれ以上にやっぱり、まあこういう放送とかをすることで得られるものは多いんじゃないかなっていう気はしますよね。まあなんかあったらね、まあ警察とか、なんかそういうのに助けてもらえばいいんだし、まあ本当に危険にさらされるのは、まあちょっとね、いろいろまあ問題はありますけど、まあでもあんだけ有名なね、ヒカキンとかも別になんか迷惑行為されましたとかね、あの番組作ってましたけど、まあそれでも別に全然普通にね、そんなにね、普段の生活普通に送ってるし、まあまあまあそういう意味ではだから、まあ何でもやってみたらいいんじゃないかなって思いますけど。チコちゃんさん、本当に声が癒し系です、ありがとうございます。ミーニョ、笑顔も可愛すぎる、落ち着くちょっと褒めすぎじゃない？まあありがとう。何も出てこないよ。そんなに褒めても。ミーニョ、陶芸家の方かっこよかった。チコちゃんさん、ろくろの動画見ててすげーってなりました。そうなんです。あ、そう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 、あの方ですね、萩原さんっていう方なんですけど、ねえ、あのね、本当にすごいですよね。土が生きてるかと思いましたもんね。もうなんかこうビューってやって、もう一瞬でこう土がバーって、あの、そう、まあ結構ね、あの、まあろくろ成形した後のやつは、まあよく、まあ見たりしてたんですけど、まああの最初から最後までろくろ成形を見せてもらったのは、あの撮影の時初めてで、でもうね、本当にちょっと感動しましたね、あのね、成形のやつね。ちょうど今、あの NHK の朝ドラでも、あの陶芸家のやつやってるし、ちょっと陶芸家ブームがね、今年来るからね、ますます、ますます売れちゃいますよね、本当に。あの陶芸家の方の、あ、ちなみに、あの、あれです、あの、萩原さんの、あの作品ね、あの、渋谷の、なんだっけ、D&デパートメント、渋谷の、何でしたっけ、光絵か。あの、渋谷の光絵の中で、あの、萩原さんの作品、売ってるんで、あの、販売してるんで、もしね、ちょっと、機会があれば、ぜひ、あの、光絵の D&D に行ってみてください。あの、青い器、あのね、多分ね、ククサマグっていうね、マグカップが販売してると思うんで、ぜひぜひ、あの、見に行ってみてください。あとは、あの、萩原さんが年に一回、あの、青学、あ、それも青学も渋谷区でしたっけ？青学の前の、あの、まあ、小さい器屋さんで、ケンシンさんっていう器屋さんがあって、そこでもね、個展を年に一回やってるんで、まあ、もし機会があったらね、ぜひぜひ作品見てみるとね、すごく魅力的な形してるんで。まあ、あとね、何？朝ドラ見てる方いますかね？じゃあ、あれっていうか、萩原さんちょっと、ちょっとなんか、この、語ってるのを聞かれるとめっちゃ恥ずかしいね。萩原さん、こんばんは。こんばんは。今ね、そうなんですよ。あの、コメント欄に、あの、チコちゃんさんっていう方がいらっしゃるんですけど、あの、渋谷区に、あの、在住の方らしくて、で、ちょうど今ね、萩原さんの、あの話が出てきたんで、その器の紹介をね、ちょうどしてたんですよ。してたんですよっていうか、ああ、はいはい、萩原さん、あざっす。ミーニョ、うおー、萩原さんインスタ見ました。チコちゃんさん、わー、ご本人さんですか。キミちゃんさん、
ミーのファンですが、後で見てみます。光へメモメモ。ぜひぜひ、行ってみてください。萩原さん、本人です。器検診は4月末頃個展します。あ、今年は4月末なんですね。皆さんぜひぜひ、ね、萩原さん本人も、検診さん在廊するんで、ぜひ皆さんもね、足を運んでみてください。うん、萩原さん見てたんですね。嬉しいですよ。見てもらえて。うん。そうそうそう。タレント性の話とかちょっと聞いてました？ずっと聞いてました、タレント性の話。そうそう。まあ、萩原さんとね、そういう話もしたのもあって、このね、ちょっと配信に、踏み切ったっていうのもありますね。まあ、やっと顔出しをして、YouTube に本腰を入れたっていう。萩原さん。マーテ、髪の毛、パーマきつめだな。そうですね。うん。パーマが、でもね、今セットしてないんで、結構ストレート気味ですけど、セットするとインスタの写真みたいにめっちゃパーマぐるぐるな感じになりますよ。そう、インスタの、この前アトリエ、白目さんのアトリエに行った時に、写真、フォトグラファーの方に撮ってもらった写真に萩原さんコメントしてくれて、どっかの、なんだ、俳優だからタレントだと思ったって言って、コメントしてくれて、お、これは俺にもタレント性が出てきたかなって、もうちょっと勝手に、勝手に思ってたんですけど。はい。ミーニョ、今日おとなしめですよ。うん、そうだね、今日。まあね、セットしてないんで。まあ、今日はちょっとおとなしめな髪になってますね。チコちゃんさん、土が生きてるって表現好きです。ああ、でもね、本当に毎回いろいろ話させてもらってるんですけど、なんか最初に動画の最初に、なんか円形に、こねるシーンがあったと思うんですけど、あれなんか菊練りっていう練り方らしいんですけど、土を最初にこねるこね方でも形がね、なんか変わるっていう話を聞いて、それもね、すごいびっくりしました。本当に土ってだから生きてるんですよね。なんかその練った時とか、あとろくろで成形した時の癖みたいのが土に残ってるらしくて、なんかそれを焼いた時とかに、なんかそのこねた時とか、なんかその成形した時の癖が出るらしいんですよ。と思って、ねえ、そんなになんかそういう難しいっていうか、まあそういう土と対話するじゃないですけど、なんかそういうものなんだってね、話してて毎回、いろいろね、本当にね、驚きのことばっかなんですよね。で、なんかそういうね、土のこね方とか、ろくろで回して成形するときの、なんていうんですか、焼いて出る歪みを想定して、なんか作業するらしいですよ。萩原さん、そうそう。うん。ね、そう。結構いつも勉強させていただいてます。ありがとうございます。あと、ちょうど朝ドラでね、巻き釜今やってますよ。NHK の朝ドラで。巻き釜フィーバーが来るんじゃないですか。ちょっと今年は。そうで、萩原さんの、工房というか、萩原さんも巻き釜を、あって、そのやっぱり巻き釜
まあ、テレビなんですけど、まあ、今回その巻き釜を焼くシーンが出てきて、なんか一応1200度まで、その薪を焚いて、なんか温度を上げないといけないっていうのが、なんか温度が、なかなかうまく上がらなくて、まあなんかドラマなんで、なんかちょっと実際のところ、ちょっとどうなのか今度聞いてみようって思ってたんですけど、なんか5日間ぐらいずっと、なんか薪くべてたけど、1200度に行かなくて、で、なんか最後の方に、なんか、その気づいて、なんか薪を細くして、火力をねアップして、なんか1200度最後いったーって言って、でその後なんか3日か4日ぐらい釜の温度をなんか冷やして、でそれで作品見たら、その1200度になんか最後にちょろっとだけ1200度に行って、そのまま4日間冷やすみたいな感じで、なんか全然作品が焼けてなくて失敗しましたみたいなところで今日の朝ドラが終わったんですけど、そうそうそう、なんか前に話聞いてて2日ぐらいでなんか炊いたって言ってたなとか思って、そんなに5日も炊いて大丈夫なのかなとか思いながらね、ちょっと見てたんですけど、キミちゃんさん、マテさん、ハーフですか、どうでしょう、どうでしょう、まあよく言われますね。まあ隠すことでもないんで、純日本人です。はい、父親も母親も日本人です。ミニョ、陶芸に出会ったきっかけが知りたいです。なるほど。あ、萩原さん、焚き火動画しよう。え、それはあれですか、その何そのマーティーが一人で焚き火してるんじゃなくて、その萩原さんとのこう対談みたいな感じですか。こう一緒に焚き火をして、萩原さんとこう焚き火で語るみたいなね、そういう感じですか。キミちゃんさん、土との対話ね、土との対話ですよね、本当にね、そうなんですよ。かもめ猫さん、萩原さんのインスタ今見ました、綺麗ですね。そうなんです、すごく美しいね、ブルーなんですよね。で本当に最近ブルーの種類もね、すごく幅があって、今週末ですか、今週、あ、そうですね、今週末もうん、今週末も群馬県の前橋市の、新前橋駅かな、新前橋駅降りて、南口出て5分ぐらいですかね、のところで、萩原さんの個展があるんで、まあ、ちょっとみんな多分東京の方だと思うんですけど、まあ、ぜひ群馬に近い方いらっしゃいましたら、今週末ちょうど個展があります。まあ、自分も遊びに行って、まあ、ちょっと Vlog ちょっとワークショップで作りたいなとか思ってるんですけど、萩原さんどうですかね、大丈夫ですかね、撮っても。まあ、ちょっとあれか、積水ハイムの方にも、ちょっと聞かないとですけど、ワークショップをちょっと Vlog で撮りたいなって今思ってます。萩原さん、マーティはクォーターです。そうです、クォーターです。はい、謎のクォーターです。一応まあアメリカ人ということで、はい。萩原さん、キミちゃんさん、マーティさんが一人で焚き火、意外とね、キャンプやったりしますよ。うん、ちょっと去年はやんなかったんですけど、意外とキャンプ、こう見えてキャンプ上級者です、意外と。大学生の頃に、1月の冬山でキャンプしたことありますよ。雪が周りで積もってる中で。まあなんだ、ティッピーっていうアメリカの民族テントが常設されてる、キャンプ施設が、
まあ、赤城、群馬県の赤城山っていうところにまああって、で、そこでね、3人ぐらいで、そのテントの中に泊まって、焚き火をね、止めるとみんな凍死して死んじゃうんで、交代で起きながら、夜、ずっと焚き火をね、火をこう絶やさないように、3人で交代で焚き続けて、でそれで、冬山キャンプをね、やったことありますよ。トイレがね、めちゃめちゃ大変で、まあ、基本も冬で、まあ、一応ね、宿舎みたいなのがあるんですけど、もう水道管が凍っちゃって、トイレが流せないんで、穴を掘って、まあ、トイレを、まあね、林とかに穴掘って、まあ、動物が人間のその排泄物食べちゃうと、なんか感染症とかになる可能性があるんで、一応ね、結構深めに50センチとか、まあ、極力掘って、まあ、用を足すんですけど、土が凍ってて、トイレを、したいって思ってから掘り出すと、もうちょっとね、危険な状態になるんで、うん、あらかじめやっぱりね、トイレをね、昼間の暖かい時間に掘っとくっていうのをね、学びましたけどね、土が凍って全然掘れなくて、やばいやばいっていう、まあ、そんな思い出もありますけど、はい。まあ、うん、もうちょっと1月にキャンプはあんまりやりたくないですけどね。まあ基本夏で、キャンプね、やりたいですね。萩原さん。萩原さんとマーティの対談、ぜひぜひちょっとやりましょう。カメラもね、あれ、萩原さんあれかな。アルファ6600を買ったっていうのはあれかな。見せましたっけ6600。2台体制になりました。動画編、なんだ。まあ、動画撮影メインでちょっと使おうかなと思って、6600をゲットしました。ぜひちょっとね、焚き火やりましょう。ミニョ、マーティーさんの血管チャンネルお願いします。血管チャンネルね、うん、ちょっとそれはね、ちょっとハードル高いよね。血管チャンネルね、ハードル高いっすね。うん、まあちょっと前はやってたけどね。うん。ミニョ、インクの垂れ具合が好きです。ああ、ちょっとね、どこのことかな。インクの垂れ具合が好きです。萩原さんの作品かな？うん。釉薬だね。釉薬。周りについてるやつね。ミーニョ、陶芸の、ああ、そう。あれ、釉薬っていうんですよね。色つけるやつね。そうそう。今ね、デスクの上にもね、萩原さんの作品をね、使わせていただいてますよ。はい。ペンスタンドとして。これ穴窯の作品です。今、朝ドラでやってる。はい。貴重な穴窯の作品を使わせていただいてます。大丈夫じゃないの？大丈夫じゃないの？はいはい。ちょっとごめんなさい。ラグがあって。ミキちゃん、何かあっても生き抜けそうですね。そう。サバイバルキャンプっていうのね、ちょっと企画したことがあって、あとね、子供と一緒にもね、結構ね、冬のサバイバルキャンプとかやったことがあって、うん、そうですね、すごくいい経験したのは、大学の時に、漁師をやってる知り合いの方がいて、鹿をね、なんか取れたって言って、解体して、その鹿の肉でね、焼肉とかをやらせてもらった時があるんですけど、なんかこれやっといてとか言って、こう寸胴のバケツ持ってきて、何持ってきたのかなと思ったら、なんかその中に鹿のね、首が入ってて、本当にもののけ姫の、何でしたっけ、デーダラボッチの首を取った時に、なんか鍋に入れてこう運ぶじゃないですか。もうね、あれと全く同じような感じで。で、なんかこの鹿の角をノコギリで切っといてって言われて、
うん、本当にね、まあでも漁師とかねやってる人はそういうのが全然当たり前みたいなんですけど、まあ自分学生の時それ初めてそういう体験して、もうね、うん、本当にあの角を切る時に、あの角と頭蓋骨の間になんか軟骨の柔らかい層があるんですよ、鹿の角と頭蓋骨の間に。でその軟骨の層にうまくこうノコギリの刃を通さないとあの切れないんですよね、骨に当たっちゃって。そう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 、まあなんでそういうね、本当にあれは本当にサバイバルっていうか、まあ本当にいい経験ですよね。でまあその角はね、あの飾るように取ったりとか、あとはあのねナイフのあのグリップにしたりとか、まあいろいろ角をねいろんなものに使えるんで、はいはい、まあそんな経験もねしたことありますね。ミーニョ50センチなかなか深い、いや本当に本当はもっと深く掘りたいくらいなんだよね。あ、大丈夫じゃないのってあのあれかな、人間のあれかな、穴に埋めなくてもっていうか、なんだろうな、うん、まあいいかいいか。話変わりますが、最近のおすすめの本は何ですか？そうですね、そうですね、あ、まあ一応ちょっと、あ、うん、ハイライト一回きれいにあの入りました。あ、そしてね、いい時間ですね。ちょっとじゃあ、おすすめの本ですか？そうだな。そうだな。そうですね、まあ、ちょっとね最近のおすすめの本、まあ、ちょっと読み途中の一冊だけあるんですけど、まあ、まずちょっと一冊目なんですけど、ちょっと反射しちゃって見えないね、今ここで輝くっていう、まあ、数学の教師の猪本先生っていう方がいて、まあ、その何て言うんですかね、今のその教育に必要なことは何かみたいな本なんですけど、この本ねめちゃめちゃ面白いですね。まあこの先生が実際にやってる、まあ教材のプリントとかもね本に出てたりするんですけど、まああとは結構数学の問題とかも実際に出てて、まあこんな感じでちょっと問題が出てたりして、まあこの、なんか、なんていうんですかね、その、すごい心に響いたんですけど、なんか、一番ちょっとこれを読んでて心に響いたのが、なんかその子供の教育で、なんか何を、その、大人が子供に伝えればいいんですかっていう質問した人がいて、この先生に。で、その時に、なんか、大人はなんか子供に何もなんか伝えることはないみたいな言い方をしてて、なんか子供はその環境だけ与えれば勝手に自分たちでやるんだよっていう言葉があって、もうすごいね、ズーンってきましたね、これね。うん、自分もなんか結構そのデザイン的なね、思考をなんか子供に伝えたいとか、あとはなんか将来的にその子供に何が役立つかっていうので、子供に伝えたいとかっていう考えしてたんですけど、なんかこの先生が言ってた言葉で、なんかすでにもうその子供たちはその今の大人の10年先を生きてるから、例えば今の大人が将来必要だと思って教えたことはもうその子供たちにとってはもう10年前のことになっちゃうから、なんか何も子供たちにはなんか教えられることはないんだよみたいなことを言ってて、あ、なんかすごい心に響きましたね。まあそんな本です。で、あとちょっと習慣系の本ですごくいいなって思ったのは、このインド人起業家の方が書いてる、なんかメイクラックっていう、まあ運がいい人になるための小さな習慣っていう、これすごい字も大きくて読みやすいんで、結構おすすめなんですけど、
まあそのね、成功する環境の作り方とか、まあ、お金への罪悪感を捨てるとか、自分のファンを作るとか、日常をルール化する、神様、ご先祖様を味方にするとか、まあ、なんかいろいろ書いてあるんですけど、まあ、結構この本をなんか読んだ時に、なんかその神社とかの近くを通ったらなんか一礼しましょうみたいなのが書いてあって、まあ、あのうちの近所にもあの八幡宮っていうまあ神社があるんですけど、まあ、この本読んでから、結構まめにあの近くを通るとね、あの挨拶がてら、いつもありがとうございますみたいな感じで、あの拝みに行くようになったんですけど、まあ去年の末ぐらいですかね、もう3ヶ月ぐらい多分、3、4ヶ月続けてるんですけど、本当かどうかわかんないんですけど、あの仕事がめっちゃ増えたんですよね、ここ最近で。うん。まあ結局ね、気持ち的な問題だと思うんですけど、まあそういうね、なんか気持ちをポジティブにする、ためのね、ことが書いてあるんで、ぜひよかったら皆さんもね、読んでみてください。あと、ちょっと今ね、まだ半分ぐらいしか読んでないんですけど、これあの、YouTuber のメンタリスト、DAIGOが、あの、お金の、なんか、なんていうんですか、その、収入を増やす、なんか動画みたいなので紹介してたやつで、あの、お金に支配されない13の真実っていうのを、まあ、今読んでるんですけど、これもね、結構ね、面白いです。うん。まあ、なんか、その、なんていうんですかね、お金とどう付き合うかみたいな、まあ、学校で結構ね、そういうお金のことって、まあ、経営学とかやる人はやると思うんですけど、結構デザイン系とか美術系の人って、ちょうどね、なんだ、多摩美術大学の、なんか経営のなんかコースだか授業みたいのができるっていうので、ネットニュースで見たんですけど、そう、本当にいい作品が作れても、その、売り方がわからないとか、まあ、デザインもいいデザインができても、それをこう実際にどう仕事にね、つなげてお金にしていくかっていうのを全く学生の時にやんなかったんで、本当に卒業してね、10年近く経ってやっと、ここ1年でお金のまあ勉強しだしたんですけど、まあそういう意味では結構これ、このお金のね、支配されない13の真実、結構193の心理学で、まあ、お金に対するその心情の変化とかいろいろ書いてあるんで、この本ね、本当に結構面白いですよ。うん。お金に対するその、なんていうんですかね。まあ、当たり前のこととかだと、その、例えば、なんていうんですか。だんだん今キャッシュレス決済になってるんですけど、まあそうなると、その、脳がその実際になんかお金に対してやっぱり、なんかあるその部位が実際の紙幣に対してなんかこう反応するように人間ってもうできちゃってるらしいんですよね。子供の頃からお金イコールなんか大切なものっていう物理的なその価値みたいのが脳に染み付いてるらしくて、でそういうのもあって、まあ、例えばキャッシュレス決済になるとそのお金に対する認識をしてる脳の部分が働かないんで、なんていうんですか、どんどんお金をやっぱり使っちゃうっていう傾向があるらしくて、まあちょっとね、メンタリスト DAIGOとかも言ってたんですけど、研究でチケット、アメリカの学生でなんかチケットをオークションした時に、なんか現金でそのオークションをやる場合と、カード決済で、オークションをやった場合で、結構その、カード決済でやった人はもうどんどん値段が釣り上がってってっていう、なんかそういう、まあそういうね、お金に対する研究とかが、まあいろいろ書いてある本です。はい。すごくね、勉強になります。はい。まあそんな感じで、まあ最近おすすめの本はね、この3冊ですかね。はい。ちょっと作業の手を止めちゃったんですけど、まあこんな感じでちょっとトークメインでやっていこうっていう感じでやってるので、はい。まあ、12時過ぎたんで、ちょっとね、ぼちぼち、まあ、配信終わりの方にしていこうと思います。ちょっとコメント見ますね。チコちゃんさん、サバイバルちょっと楽しそう。結構面白いです、サバイバルキャンプね。うん。まあ、結構不便なこともあるんですけど、まあ、そういうところから結構学ぶこととかもね、あるんで、なかなか面白いですよ。うん。またね、そういうのもね、
なんかそうやってあれですね、コメントもらうとやりたいコンテンツすごいいっぱいありますね。まあただあんまりやるとね、ちょっとチャンネルが謎なチャンネルになっちゃう、放送になっちゃうんで、うん、ある程度コンテンツはまあ絞りたいところなんですけど、やりたいことはねいっぱいありますね。うん、皆さんのコメントねありがとうございます。嬉しいですね。キミちゃんさん、焚き火しながらホットワイン飲みたい。ああ、いいですね。いいですね。ミーニョ、経験豊富すぎる。うん。いろいろ、結構いろいろやってますよ。はい。萩原さん、あれ、椅子が高そうな椅子ですな。ありがとうございます。これね、これね、うん、結構かっこいい、かっこいい椅子ですね。ハーマンミラーっていう。ところの、まあ、結構あの、デザイン事務所とか、まあ、あとはね、ツイッターで結構あの、バズってるあの、デスク写真をね、出してる人とか、結構この椅子をね、使ってる人多いですね。うん。この椅子も去年、ね、あの、ちょうど、パソコンも壊れたんですけど、椅子も去年、ちょうどね、夏ぐらいに椅子が壊れて、で、まあ、結構ね、あの、ほぼ一日、デスクワークしたりするんで、まあ、お尻、前のね、椅子はね、ニトリだったんですけど、あの、座布団引いてもお尻が痛くなるっていう椅子だったんで、ちょっとね、やっぱり、まあ、体にも気遣いたいなと思って、はい。あの、いろいろ、椅子を、まあ、調べてたんですけど、まあ、学生の、その工業デザインやってた時に、やっぱ、ハーマンミラーの、あの、会社の方が、その講義に、デザインの講義に来てくれた、のを思い出して、あ、ハーマンミラーの椅子ってどうなんだろうっていうね、感じで、あの、まあ、人間工学に沿って、その、なんていうんですか、設計された、あの椅子としては、すごい世界的に水準の高い、あの、メーカーなんで、まあ、ハーマンミラーの、うん、東京駅に、のところに、あの、椅子のショップがあって、実際、今見に行って、はい、まあ、座って、まあ、購入、してきました。すごく本当にマジでね、いい椅子ですよ。皆さんもぜひね、あの東京駅のところに検索するとハーマンミラーのショップあるんで、ぜひ行ってみてください。すごく座り心地いいですよ。一日座っててもね、お尻痛くなりません。カモメ猫さん、真剣におすすめ悩んでる。ちょっとね、最近本ね、頑張って本いっぱい読むようにしてて、で気になったのはね、結構ポチポチしてるんですけど、今ちょっとね、多分ね、うん、10冊近く今ね、まだね、読んでないの溜まっちゃってて、早く読まなきゃなっていうところで、まあ、後ろのね、棚本がいっぱいだと、もう一個部屋があって、そこにもね、結構本があって、まあ、ここにはデザイン系と、あと最近読んで、まあ、気に入ってる本とかを、まあ、後ろにあるんですけど、まあ、紹介したい本はいっぱいあるんですけどね。はい。一応さっきの3冊が今おすすめの本です。運気上がるっていいですね。いや、本当にね、面白いですよ。うん。ぜひぜひ読んでみてください。なんか、ポジティブになれるし、うん。すごくいい本です。ミーニョ、運気あると思う。レビューが丁寧すぎる。あ、ちょっとね、ちょっと語りが長すぎますね。うん。本当に、そろそろ、あれですね、終わりにするとか言って、コメント1個に対して、5分ぐらい語ってたら全然終わんないですよね。配信がね。キミちゃんさん、座りやすいんですか？ミーニョ、座ってみたいな。いや、本当にね、最高です。はい。なんだろう。まあ、一回調整するとほとんどずらさないんですけど、その調整の機構がね、すごいいっぱいついてて、うん。アームレストも、なんかこの開き具合と、あとは、この出る量と、あとは高さと、が調整できたりとか、背中のなんかこう、押さえてるところの硬さとか、あとはこの沈み込みが、まあ、沈み込まないように固定したり、あとは、その沈み込みの硬さも変えられたり、あとなんかこの前傾姿勢に、なった時に、後ろの、その、背中の面が背中についてくるっていうモードがあって、こう背中の面がこうやって後ろにね、背中についてくるんですよね、前かがみになった時に。で、なんかお店の人が言ってたんですけど、なんか背中とその
背中の面の間にやっぱり隙間ができる椅子は疲れやすいっていう感じらしくて、その後ろのね背面がぴったり背中にこうくっついて、お尻と背中の間にこうなんかなんていうんですかね、空間が開かない椅子の方がまあいいって言ってましたね。姿勢もよく保たれるし、はい。キミちゃんさん、マーティーさん A 型ですか。ですね、A 型じゃなくてね、B 型ですね。はい。まあ、よく A 型って言われるんですけど、まあ、親が O と B なんで、BO 型、検査したら BO 型でしたね。はい。そんな感じですね。はい。すいませんね、ちょっと10分ぐらいトークになりましたけど、一応ちょっと作業の方にですね、話を戻すと、ハイライトが全部、こう、綺麗な位置に、入りました。うん。一応これで、どうしようかな。強弱とね、この濃淡は、うん、どうしよう。もう一回。あと2回ぐらい配信、どうしようかな。ちょっとね、考えます。はい。作業しちゃおうかな。で、あと1回でできれば、終わりにしたいんで、まあ、一応ちょっとハイライト、まあ、ちょっと背景も出してみますか。今こんな感じですね。こんな感じになってます、今。このハイライトのまあ調整と、太さの調整と濃淡の調整と、あともうちょっとこうね、この青い後ろの背面にも入ってるんですけど、この、この、なんていうんですか、この、このちょっと白いね、このね、ハイライトのこのぼかしみたいなのを入れて、まあ、立体感をより出してるんですよね。この各このカーブのところにこう微妙にこうやってねカーブが置いてあるんですよ。カーブっていうかぼかしが置いてあるんですよ、こうやって。でこれ、このぼかしが必要なところもちょっとこの文字にも入れちゃおうかな。どうですかね、見たいんですかね皆さん。まあそんなにあれか。まああんまり作業っていうよりはまあトークメインで今考えてやってるんで。まあそう考えるとあれか。そのぼかしも次回じゃ入れましょう。はい。入れることにしました。そんな感じで、なんかすごい音楽がなんか切ない感じになっちゃった。今日の配信はね、こんな感じで、終わりにしようと思います。今ね、6人の方が聞いてくれてます。ありがとうございます、夜遅くに。今回すごい、コメントたくさんいただけたんで、前回までよりも、本当にね、なんか、あれですね、バリエーションがトークに出て、すごく楽しかったですね。うん、本当にコメントありがたいです、本当に。ありがとうございます、皆さん。ちょっと最後にね、コメント。ミーニョ、B 型についてかな。チコちゃんさん、あ、空間の開かない椅子に座ってました。おお、そう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 、そういう椅子がね、いい椅子みたいです。ミーニョ、絶対 A だと思ってた。そうかな？そうかな？うん。そんな感じで、今日はね、夜遅くまでありがとうございました。ちょっと次回配信はまたツイッターとか、インスタとか、あとフェイスブックはちょっとどうしようかな。次回は告知しようかな。またね、告知して放送しようと思ってるので、ぜひぜひ皆さんお時間あれば、遊びに来てください。で、あとは、もしね、気になる、今回の配信気になるようでしたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。チコちゃんさん、楽しかったです。また来ます。ありがとうございます。ね、こうやってみんなで話すの楽しいですね。キミちゃんさん、プリンプリンで可愛いです。ね、可愛くなってきましたね。ミーニョ、シールにも見えてきた。ああ、ね、これシールにしてもいい感じだよね。はい。そんな感じで皆さんありがとうございました。これで放送終わります。バイバーイ。おやすみなさーい。